西崎菊11月2日から1979年10月6日は日本の女性パイロットの草分けの一人である。旧姓松本、通称菊子。埼玉県小玉郡7本、木村出身、NHK ドラマ、雲の絨毯のモデルの一人と言われる。埼玉県女子師範を卒業して小学校の教員となっていたが、生徒を引率して訪れた群馬県大田市の、 小島飛行場で飛行機に魅せられ、航空を志す。1931年、小学校を退職して、飛行学校に入学。1933年に二等飛行操縦士免許を取得。マブチテフコとともに、日本初の女性水上飛行機操縦士となり、10月には13、式水上機を操縦して、郷土を訪問するため飛び立った。 日本人女性パイロットとして初めて、自ら操縦して、海外渡航を行ったのは1934年である。名目は、満州国建国親善飛行であり、サルムソン 2A2 型陸上機、白木久号を操り、途中で故障のため不時着するなどしながら、日本海を横断、同時に日本を経った、マブチテフコとついたいで、目的地に着陸。 日本人の女性飛行士として初の海外渡航を実現したのである。その偉業に対して10月には航空関係者を称えるハーモントロフィーを受けている。それから3年後の1937年7月、カラフトとヨハラシ姿勢志向を記念するため、第2白木区号で再び女性操縦士の長距離飛行が計画され、西崎がパイロットに選ばれたのだが、 津軽海峡で墜落してしまい貨物船に救助される。この年、女性を操縦から遠ざけようとする世情がますます募ってきたことから、飛び続けるために陸軍に志願するが、従軍して、傷病兵を前線から後方へ移送する飛行などを任されることはなく、空を飛ぶ道を断たれてしまう。年が明けると、井の岡武雄と結婚、開拓団に加わって、満州に渡ると、 現地で小学校に教員として務めている。ところが井の岡と1941年に、死別、やがて西崎良と出会って1943年に再婚。終戦の翌年の1946年に、日本に引き上げ、郷里の七元木開拓地に入植し、教職に就くと、およそ8年間、生徒を教えながら、農業に従事した。 こうして、戦後は教員を務める傍ら、農業開拓指導に力を注ぎ、また開拓体験記をまとめており、その功績に対して1961年に農林大臣賞を受賞する。1979年に死去した。朝日新聞と毎日新聞は、報道に大きな支障が出た、関東大震災を経て航空機を利用した取材活動で競り合っていた。 1929年8月に、セッペリン号が日本に寄港したときは、朝日新聞が着陸ルートの予想と取材に成功して、号外を出し、毎日新聞に一歩殺禁じている。朝日新聞は、航空部を重んじると毎日新聞を上回る、自民と機材を揃え、1934年には、西崎菊とマ淵チ調子より前に、国産機による中国、 北京への飛行を成功させたのである。そこで西崎、間ぶの海外渡航を連日大きく取り上げることができた。この1937年、朝日新聞が国産機でヨーロッパの飛行を成し遂げた。国産機を使い一般公募で決めた神風と命名すると95時間未満でロンドンに到達。この時、陸軍97式司令部偵察機を用いたように、 陸軍はパイロットが活躍する大舞台であった。2009年、埼玉新聞が西崎菊の履歴について前後回の連載を載せた。5月20日以降、5月25日、5月27日、6月1日、6月3日、6月8日と続き、6月10日に結んだ。ありがとうございます。